こんにちは。ついに、あの青鬼に続編が出たらしいよ。またあの青い化け物に追い回されるってわけね。そう、その名も青鬼さんだよ。いや青鬼3だろ。たく、さん付けみたいに言うんじゃねえよ。ごめんごめん、青鬼さんじゃなくて青鬼3なんだね。字幕だとどちらも同じだから紛らわしいわね。ていうかそんなことより、青鬼に続編が出たってどういうことだよ。そうよ、2で終わったんじゃないの？僕もそう思ってたんだけど、今回の青鬼は、無人島がテーマで、過去最大のスケールになってるみたいだよ。過去最大のスケール、より恐ろしい仕掛けが待っていそうだな。まだリリースされたばかりで完全に初見だけど、せっかくだから、今日は青鬼3を体験してみようか。怖いけど、確かに見てみたいわね。私は全然見たくないけどな。じゃあ、意見も揃ったところで早速始めていこうか。この人の話聞いてたか？ほうほう、今回も倍速モードとか、いろんなモードがあるんだね。焼却炉の戦いってのも気になるわね。私の話はスルーなのな。よし、じゃあ早速スタートだね。昔、炭鉱として栄えた島が、突然閉山し、立ち入り禁止になった。地図にも消され、今では島の存在すら知られていない。閉鎖された理由は隠され続けたが、ある一説では、こう言われていた。その島は、青い化け物の住処となっている、と。青い化け物、完全に青鬼のことね。あ、拓郎じゃん。どうして拓郎たちと船に乗ってるんだ？メンバーはいつものメンバーなのかしら？どうなんだろう。金髪の彼はたけしなのかな？おお、たけしじゃん。拓郎、ミカ、たけしのメンバーは今回も同じなのね。もはやレギュラーだね。4人の会話を聞く限り、どうやら離島ツアーの帰りみたいね。修学旅行が離島ツアーとはね。お、動けるみたいだな。たけしが船酔いしてるみたいだから、ちょっと様子を見に行こうか。たけしはいつだってトラブルメーカーね。まったく、世話の焼けるやつだぜ。ここにはいないみたいだね。その階段から上に行ってみましょ。おお、いたいた、金髪だからわかりやすいよね。具合はどうかしら。あちゃー、まだ気持ち悪いってよ。酔い止めとか持ってないのかな。どうやら誰も持ってないみたいね。よし、じゃあここは僕に任せなさい。他の生徒から酔い止めをもらってくるからね。頼りになるなポコニャン。誰かしら持ってるといいけど。ああ、幼女じゃん。幼女じゃなくて少女な。どうしたんだろう。幼女が泣いているみたいだ。いやそれより今はたけしの酔い止め。たけしなんてどうでもいい。たけしよりも今はハンカチをなくした幼女が心配だよ。それ絶対たけしの前では言うなよ。それにしても、ハンカチなんてどこかにあったかしら？キラキラ光ってたりしたらわかりやすいんだけどな。いやいや、ハンカチが光るわけ？なんか光ってる。うん、完全にこれだね。なんてわかりやすいところに落ちてるのかしら。よしよし、幼女のハンカチを手に入れたぞ。だから幼女じゃなくて少女な。この調子でたけし用の酔い止めも見つかるといいわね。だいぶ辛そうだもんな。そんなことより今は幼女にハンカチを届けないと。なんちゅう薄情なやつだよ。だから友達が少ないのよ。だがまあ人助けは大事だよな。うん、このハンカチで会ってたみたいだし、無事解決できてよかったよ。じゃあ、次はたけしの方を解決しましょ。そうだね、たけしも心配だね。あれ？いなくなってる。拓郎もミカもいないわね。ああ、いたいた。気持ち悪いならせめて外の空気を吸いに行けばいいのにな。たけしの船酔いはまだ継続中のようね。なになに？どうやら船が揺れてるみたいだな。たけしの船酔いが加速しそうね。かわいそうなたけし。だったらもっと早く酔い止めを探しに行ってやれよ。あれ、でもこの船尋常じゃないみたいよ。マジ、僕ら一体どうなっちゃうの？これで船がひっくり返ったりしたらやばいな。船がひっくり返るだなんて、そんなこと。うわぁ！突如現れた嵐に飲み込まれ、船は転覆しました。気を失ったのでしょう。その後の記憶はありません。次に目が覚めると、そこは、ここはどこだろう。洞窟っぽいところに流れ着いたな。みんなは近くにいないのかしら。そうだね、とりあえずあの3人と合流したいね。とりあえず、この辺りには何もないな。奥に行くしかなさそうね。あれ、右手に扉がある。てことは、ここには誰か住んでるのかしら。かもね、なんだか希望が湧いてきたよ。あれ、でも鍵がかかってて開かないな。どこかで鍵を探してこないとね。これは何だろう。おお、これは隠れ場所だな。隠れるって。誰から？急に不安になってきたわね。まさかとは思うが、先を急ごうぜ。出たー。
どうしよう。まさか青鬼の住処だとはな。とりあえず今は静かにしてましょ。やり過ごすしかないな。もう行ったかな。おう、一旦大丈夫そうだな。今のはかなり焦ったわね。この引き出し、ネジで固定されてて開かないね。開かないとなると、中身が気になるな。それより、さっきの青鬼はどこに消えたのかしら。どこかに消えちゃったみたいだね。幸いこちらには気づいてなかったみたいだし、今のうちにさっきの部屋の鍵を探しちまおうぜ。そうだね、早く拓郎たちと合流もしたいしね。あれ、その壁の模様って。うわっと、コウモリだったね。たく、いちいち怖がらせないでほしいよな。なかなか気が抜けないよね。でもさっきの壁も一応調べておきましょ。特に変わったところはなかったよ。あ、こっちの部屋には変わったところがあったな。なんだろう、穴みたいだけど。とりあえずここも調べてみましょ。調べるために画面を長押ししろってさ。へえ、この仕様は新しいね。これで中身が取り出せるのかしら。うん、なんだかいけそうだよ。おお、プラスドライバーじゃん。これでさっきの引き出しが開けれるね。でもさっきの長押し、青鬼に追い回されてる時だったらやばかったわね。ああ、確かにそうだな。長押しが増えたことによって、難易度は上がってるのかもね。とりあえず今はこの引き出しを開けてみましょ。メニューを開いてアイテムを使わないとね。このあたりは前作と変わんないな。さて、これで開くのかしら？ネジは外せたみたいだな。ドロスの鍵ゲット。案外順調に進んでるね。このままサクサク行きたいもんだな。このタイミングでこの音？キャー、来てるわよ、どこにゃん。これはかなりまずいな。とりあえずあの扉まで一気に行こう。手前のところに隠れなくていいの？あ、もうそんな余裕ありませんでした。とりあえず扉までは着いたな。むむ、扉が重くて開かない？くそ、青にはもうすぐそこまで来てるよ。どうやったら開くんだ？ここでまさかの長押し。さっき言ってたことが現実になったわね。完全にフラグを回収したな。ちょっと待って、これ無理。ふう、びっくりしたね。とりあえずやり直しだな。しまった、セーブするの忘れたー。な、何やってんのよあんた。青鬼ではこまめなセーブは常識だろ。二人だって気がついてなかったじゃん。どうすんだよこれ。とりあえずまた最初からやるしかないね。視聴者の皆さんも、セーブのし忘れには気をつけてね。動画概要欄にダウンロードリンクを貼っておくから、気になった人はぜひ一度遊んでみてね。ちなみに、青鬼3には裏技があって、プレイヤーの名前をヒカキンにすると、何か特別なことが起こるらしいぜ。そうそう、ぜひ試してみてね。それでは、ご視聴ありがとうございました。よかったら、僕の前の青鬼シリーズも見てみてね。